久美です。皆様おはようございます。お弁当作ります。嘘つきました。朝から嘘つきました。はい、お弁当温めます。はい、今日はですね、リーマンパパがお泊まりでお仕事ということで、まあご苦労様でございますパパ。ねえ、そんな日もあるんです。休日も不定休で、まあ、年間ねここは休みですよって年間のスケジュールが出るんですよパパの会社はね。でお泊まりの時も結構あって、色を作るお仕事、私もよく分かってないですけど見たこともないし、あんまり仕事の話をお互いにしないからね、止めてはいけない機械があるそうで、それの見守りとかねっていうことは、あんまりねお泊まりの時は寝ないで仕事してんのかな、寝てるのかな、携帯見て YouTube 見てんのかなっていうことで、奥様奮発しました。なんだと思いますか、メニュー。クーミン家ではあまりお目にかからない、私はねちょっとねいただかないんです、その種類はね。はい、なんだろう、じゃあクイズです。クイズ、今ご飯炊いてるからね、ご飯炊いてるからまだ、はい、今日のお弁当は違うか、これも違うか、こうやったらなんか、こうやったら、うん、あら、こうか、こんな感じ。はい、日本一でございます。ココちゃんもうちょっとだよご飯、今ふやかしてるから、リブドッグ今ねほうじほうじほうじやってる。おー、元気だ元気だ、もうココちゃん元気元気。ももは朝はねモフモフがくしゃくしゃ、あ、パパのドライヤーが始まりました。音すみません、くしゃ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 とこれ ももとこうやって顔をうずめて寝てるんだけど、ここではね起きたらすぐご飯、そんなに食欲もないのにねまだ、はい、ということでレンチンのね、やり方、うなぎの皮を、聞こえてない聞こえてない、どれやってるか大バカだね、大バカ何々か、うなぎの皮を下にして、さらに、あ、そう、私40センチでピントが合うようになってんだ、レンズがね、白内障のレンズが、ラップをします。あ、ラップをするんだ、自然解凍の場合電子レンジ500ワットで50秒、あ、それでいいよ、お弁当に入れてまた温めるからね。凍ったままの場合電子レンジ、あ、凍ったままも入れていい、でもやっぱ一応ね一回ふっくらさせてからね、ふわっとさせてから、あ、タレをね、別にご飯にいっぱいタレかけるのパパ好きなんで、いっぱいって言ってもね、お茶漬け、ももちゃん寝てるところでね、隣でココナがホジホジするとやめてやめてで、ね、ももが言うんです。そりゃそうだ、そりゃそうだ、ごめんねももちゃん、今ちょっとさお弁当温めちゃうからごめんね、タレをね、はい、山椒はそのままつければいい。まあちょっと奥様高級っぽいですよ、ちょっと奥様連呼したら、ショーウィンドウがあって、焼き鳥屋さんなんです、もともと焼き鳥屋さんにフライもちょっと売っていて、そして、このかば焼きっていうのをうなぎまた聞くがあるんですよ。でね、ロッキレっていうの、何なんていうのこれ、あ、創業すごい、4、まあ、ちょっとわかんないからごめんなさい、後で調べます、なんていうのかね、さばいたらなんていうのか、うなぎは皆さんご存知ですね、私うちはあんま食べないからごめんなさい本当に、並んでたんですよ、4切れ4つ4切れで4串並んでたんです。それでね、順番そこも並んでるんですよ、人気で、でね並んでてね、
その4つのうちのどれにしようかなって、あれはちょっと小さそうだ、あこれはふっくらしてるなと思って、結構ね時間かかったんですよ、5分ぐらいで。自分の番が来ました。すいません、あのこれのくださいって言って、で向こう側の右端のやつ若い女性だったんですけどね、お客様すみません、これは本物ではありませんって騙された、あの本物は裏にございますって言って笑ってるわけで、もう5分間一生懸命どれがいいかなどれがいいかなってもうね大きいやつみたいな感じで見てて、そしたらもう奥から出てきたっていう、だからこれ見てないんですよ私、もう包まれて奥から出てきたので、ちょっとすごくない、じゃんじゃじゃーん、いい香り、四くし四くし四くし、はい、チェックしちゃいけない高級でございますよ奥様、これ高級ですよ。ため息が出る値段見るとため息が出るタンティンタタンタンタン、はい、それでこれを温める、レンジメートで焼いちゃいけないからお皿を出しましょう。ここへ来てお皿を使ったことがないので、あ、説明書忘れた。ちょっと待って。説明書、これね、ゴミ箱にパパがゴミきれいにしてくれて、新しくなったばっかりで。自然解凍だもんね。でも50秒。自然解凍で50秒。凍ったままで1分30秒、そんなに違うんだってことは、いつもレンジメイトでやりすぎかもしれない、私こんなちょっとでいいんだ電子レンジって。でこれを温かくなってから抜いた方がいいよね。あ、すいません、今日ね照明なしで行ってみます、試しに。もうここにピカピカ、あっちにピカピカみたいな感じでね、でそんなにはムラになって綺麗ではないみたいな感じで、ちょっと今日はこんな感じで行ってます。でね、今日はね、なんでその照明なしかっていうと、向こうの正面のいつも匂いが出るんで、お料理の時は閉めて太陽光を遮ってるんですよ。でも今部屋すごく明るくって、向こうからね太陽光が入ってるので部屋は今明るい状態なんですね。そうなんです、はい。これラップ、今ねご飯炊けてますからね、まだまだですね、ラップをかけてしまう、よいしょ。温めておきましょうね。50秒。冷凍じゃないのに50秒。500ワットか。500ワットある？あるよね。あった。1、2、3、4、5。これね、よっこしょ。よっこしょ。あら。またこの間、あ、ここにあったって言いながら、もう3カ所しかないんですけどね。ここにあったって言いながら、あ、ここ。もうね、なんだろう、普通開けたら開けっぱなしなんですけど、ここだけなんですけど、ここにね、こっちもそうなんですよ、そこの上のところに乗ってたって、これ、レンジ用のフードね、今度、これにしましょう。いろんなものが、まだ何も使ってない状態です。はい、じゃあちょっとタレね、タレの味を、あ、これもね、
弁当出来上がり。これカップがついていて、カップとか蓋がついていて、これ電子レンジに蓋ごと入れられるので、これでちょっと我が家の味にしましょう。本当だ。もういい感じ。いい匂い。ちょっとバレちゃうね。子供たちのご飯あげに来てくれるから。ちょっとここに置いとこう。私ね、あの骨スポットっていうのがあって、もううなぎの骨も刺さったし、魚の骨も刺さったし、耳鼻科行って抜いてもらってね、もう見えないところなんですよ。でパパに抜いてもらおうと思ったら見えないらしくて、もう昔ですよ。で本当にこんなのが入って刺さっていて、でもううなぎは大丈夫だろう。でロケで前にもお話ししたんですけど、あのロケでアナゴかな、もう食べる時にも細かく切ってもらって、私のやつを撮影用に食べる、それも引っかかって地方で地味に公開。私だけじゃないみたいですよ、なんか骨スポットがあるの。とか思って、あ、私山椒好きだから山椒2つもらおう。いやびっくりポンですよね。骨スポットあるって、そこで知ったんですよ。そういえば奥さん、お弁当動画、レンチンで無茶なことしまして、失敗しまして、クミンチャンネル始まって、3本目のボスになりまして、1本。あのね、のり弁作ったんですよ。のりいただいたんで、知人に。でね、これたくさんいただいたって言って、のり弁にしますって言って撮ったね動画がボツっていうのは自分の判断なんですけど、もうこのドタバタすぎて、なんかもうお見せできないと思って、これはダメだと思って、はい。でね、この海苔がね、一昨年いただいた時に、去年はねもう取れないんですってっていう話をね、そのボツの中でしたんですけど、取れないんですって。それで来年はないかもしれないって言ったら、もう貴重な海苔をいただきまして、1個昨日開けたんですけど、一昨日、はい、すいません、日にちが分かってない。それでこのいただく時も、来年はちょっともう海苔は販売できないかもしれないってね。でも海苔屋さんですよね、これ。のり屋さんがのり販売できないって、もうこだわってらっしゃって、もうめちゃくちゃ美味しいんですよ、これ。美味しいのり、小川のりってもう前からねご紹介してて、まあこんな貴重なのりをね、でね、多分動画でね、リーマンパパ弁当をおにぎりにしますって言って、ずっとおにぎり作ってたからだと思うんです。あらあと30分ちょっと。おしゃべりはパパを言ってからにしましょう。あ、そうだ、ちょっと待って、この前に私ね、この赤キャベツの酢漬けを作ろうと思ったんだ。あらちょっとこれ先にやろう。美味しいお酢入れるだけなんですけど、大変、これ先に作ろう。いやもうね、頭がぼーっとしてる。いつもか。いつもですよ、もう。これはね、レンチンはすぐできるから。よいしょ。これ鼻ね、ぐすぐすぐすって、あ、心配していただいて、それもその動画の中で話したんですけど。なんかね、これ癖になって飲みたいっていう話をねしたんですよ。風邪でもなんでもないんです、本当に。鼻炎でもないし、本当にね、心配していただいたり、なめたけ買ったやつ、なんかこう使えそうだから、なんかここにね、戻り口がついていて、あ、これはいいやと思って洗ったんですけどね。ちょっと、ビニールの上から、あ、ドレアが終わっちゃった。あ、ちょっと待って、これ色がつきそう、まな板に。
いや、あの鼻が痛くなるし、アレルギー物質は。あ、おはようございます。おはようございます。あれ、寝てらっしゃるね。うん、今ちょっとね、今日歩き方がゆっくりです。昨日の夕方のお散歩が効いてるかもしれない。どうしましょう、あげましょうか。そうだね。うん、リブドッグふやけたから、ね、使ってます。リブドッグ大丈夫そうです。あ、ほんと、うん、じゃあお願いします。起きてくるじゃないかな、匂いで。うん、もう、もはや顔を見たあげてます。あげてる、うん、よいしょ。今日はちょっと暑くなりそうですよね。え、頭がさ、最近なんか起きてピカッピカッっていうのがないね。なんかボーっとしてる、なんか気が緩んでるのかなそんなこともないそんなこともない、うん、はい、じゃあちょっと失礼いたします。夫婦でね、やっぱりその、うん、敬語を使うのがね、うん、知りたいですよ。いかがですか。なんか癖ですかね。ええ、癖でございます私も結構最近敬語になったりとかするか。ああ、なんとなくですね。なんとなく、なんとなく。話してたか分かんなくなっちゃった。これね、音が、おおお、まだピューラーゲットしてないんです。なきゃないで、ちゃんと自分が刻むかなみたいな。喋ると鼻ぐす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 るんだけど、アレルギーじゃないんだけど、あの、うん、なんだろう、涙が出て、なんかこう喋ってると涙が出るって、な、笑ってもいないのに涙が出たりとか、あ、鼻水出たりとか、まあ、ありますよね、あるよね言い直したな一応言い直して、なんかたまにこう、なんでだろうっていう時にくしゃみ出たりね、する時はなんかありますか。多分なんか風だけでも刺激になったりとかしてるのかも。うん、それはあるかもしれない。おもちゃ、ご飯、おもちゃ、お薬、はい、ボツになった動画、食べられなかったわけじゃないんですよ。すごく美味しかったんですよ。食べましょう。レンチンでね、鮭焼いて、そのレンチンのやつはそのレンジメイトの説明書にちゃんとついていて、鮭焼くやつはね、で、肉巻き、梅干しの味の磯巻きを作って、いやー、すごい凝って作った海苔弁が美味しかったんですよ。私も食べて、うん、美味しかったですね。ね、いろいろあるんですね、うん、はい、ということでこれを一番先にやらなきゃいけなかった、よいしょ、はい、なんかこれ、まな板が滑るんだよな、よいしょ。朝の空気が美味しいね、パパ。ねえ、美味しいですね。なんかすがすがしい。ありがたや。あれ、はい、ここが。はい、ということでできました。
卵焼きやろうと思ってたんだ卵焼き、卵焼きまでいかんかも。あいだ、最近体が硬くなってても全然なんか動いてないから、かなもうずっとこうやってなんかものやってるからね、うん、でも、まあ、まあまあ結構出歩いてますけどね。そうそう、歩くのはね、でも歩くだけではね、うん、ちょっとやっぱりこう筋が伸びないというか、うん、まあね、ここのところね、うん、奥様実は私怪我してたんですここ先週、新しいサーバーに変えて水が持つところがなくって、いつもだったらこうやってうって持ち上げて、なんかこうてこ、こて、てこてこの原理でこうやってボンってやってたんですけど、なぜか持つとこないやーって言って、その9リッターのやつをこうやって振り上げたんですよ。こうやってこうやってこうやって、そうしたらね、めきっめきって言って、うっでうっそれでね、ちょっとね、3日間は死んでましたね。なんかこう上見て、うーうーって言いながら、それで整形外科行ってね、でレントゲンと、もういろいろありますね、レントゲンとCT と、としたらやっぱりなんともなくって、やっぱり骨がすごい綺麗で20代そしたら初めて聞いたんです、ぎっくり腰ってあるんですけど、ぎっくり胸とぎっくり背中、ぎっくり背中ってあるの、びっくりしてそしたらね、いつも行く整体の先生がやっぱりぎっくり背中やったことあって、あれ息吸えないんですよねって言ってくれていやいやいや、それでね、ちょっと動画をお休みしますなんてね言わせていただいて、いや本当にね、私背中のね、背骨の真ん中のこの親切切りつきっていうやつがね、いつもパンパンパンに張っていて、でその大学の整形外科の先生の話によると、私の背骨がこういうふうにね湾曲すごいしていて、でそこに切りつきがあるのをこう弓のようにこうねペーンってね張ってるんですって。だから年中緩めないと怪我しやすいですよって言われてるんですよ、その椎間板のねやった時から。でそれ分かっていながらね、引っ越したなんだかんだって整体も行ってなくって、でそれはもう自分で緩めるのはなかなか至難の技っていうぐらい至難の技なんですって。でもうマッサージ行って、揉みほぐしてもらった方が早いよって先生に、病院の先生に言っていただいて、でそれをね怠っていたというね。いやーでも何があってもね、整体の先生に知り合ってから直してくれるからと思ってね、うん、いやこの特に左の肩甲骨あたりのぎっくりがすごくって、で歌の仕事で「あん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 」ができるかどうかと思って、この「ハッてうっ」ってなった瞬間にステージですからね、あん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 ができるかどうかと思って、ちょっと早くこれお水でなさいとかね、いやーぎっくり胸ぎっくり背中初めて聞いた、いやーびっくりしたわ、もう私は本当起立筋を鍛えなきゃとか緩めなきゃいけないなぁと思った、うんうん、多分ね、これしょっぱくないと思うんです、あれがまろやかだから、ちょっとこのガレパリパリのが好き、私おいしいお酢を買って、お塩使ったよね、まだ使ってない、私有名？うん？お塩使ったのあった。おいしいお酢です。これ混ぜるだけです。ちょっとね甘めなのでね、
でこれにあの、千鳥酢を混ぜることもあるんです。あのうち酸っぱいあのパンチが欲しい時はね、ももちゃんほじほじココナの真似するようになったね。欲しいんじゃない、ご飯。でも食べた？うん。今ね、なんか待ってて、後ろで待ってる。あ、それで食べたくてほじほじしてんのか。探してる探してるご飯。ももちゃんの分をさ、少し置いといてあげて。うん。あ、そうだそうだ。お首が辛くなるからこれに。これに入れてくれれば多分食べるんじゃないかな、うん、あの動画回してる時いつもパパにね、子供たちの世話、はい、もう お散歩も何もかもやってもらって、はい、もう全部パパにこうやってもらってるっていうイメージがあるみたいですけど、いかがですか？はい、あの子供たちの世話全部パパがやってるっていうイメージがあるみたいですけど、いかがですか？そうですね、まあまあ別に、はい、あのママやってないわけじゃない。ママはやってますよね、まあ、そうなんです、はい、まあ、お散歩はね、あの私が、あの、うん、あの私のお散歩も兼ねて大好きなんでパパがね、はい、うん、やってますね、はい、家族で行くときは私が動画撮る、何が何でも動画で、はい、じゃあそれであのできましたので、あとは卵焼きね、卵焼き、あ、ご飯だけだ、よし、はい、ももこれ置いてきますよ、買い物、ほんと食べ物をちょこっと買っただけで、あと他まだその料理ができるような全部設備が揃ってないんだよね。菜箸とか買ってきてないしね、まだね。でね、殻じゃなくて何か殻座の、あ、ちょっと待って、え、おもさん、そうそう、あのまあもうだいぶ前にパパに卵焼きの白だし味がいい、甘辛がいいって聞いたらね、白だしって言ってね、白だしがなかったのずっとそれでずっと甘辛卵やってて、やっと白だしゲットしましたのでね、何ヶ月だこれ、何ヶ月というかすごい年月を経て白だし、はい、もうこれどう、白だし入れて、白だし入れて、赤あげて、青あげないで赤そのまま、青のりをちょっと入れて、もうほぼ料理というより道具でございますので、はい、これであと卵焼き。そしてあのね、といえば奈良漬けなんですけど、パパわさび好きだから、あ、こっちかわさびにします。それでこんなカップにつけまして、これアイスクリームみたいでしょ、これカップなんですよ。レンジに入れられない、レンジ、せーの、レンジに入れられるカップって言ったらこんな可愛いのが、これね、チェックを選んだんですけど、ほら可愛いですよね、これ、これほら、お、これ可愛い、あ、落っことした、落っことした、落っことした、あ、大丈夫ですよ、これ可愛い、
さびにこれ、そしてタレだよね。はい、いよいよタレでございます。これ取っといたらまた3つぐらいにしとこう。ちょっと 1個ずついってみるか。あ、ちょっとサラサラめ。なんか電子レンジに入れられるものって言っただけなのにこんな可愛いものに出会えた。ありがとう、我が家に来てくれて。あら、美味しいわこれ、このまんまで。生意気にも我が家の味なんて言ったけど、これちょっと煮詰めて濃くした方がいいかも。レンチンしよう。うん、ちょっと1個残しとく。レンチン行ってきまーす。あとで1分ぐらいでいいかな。うわー、使ってきた、もはや酢漬け、赤キャベツの酢漬け、これが食べたかったんですけど、赤キャベツがなかなか売ってなくてね、ばばね。うん、なんか売ってないですね。久々だったね。うん、山椒、そしてこれね、もっと立派なのあったんですよ。こんなでっかいやつ。もうここのスーパー、一日一日おたるものが違うんで、あ、昨日あったから買いに行ったらないんですよ。残念ながら。パパ、キノコ好きだからね。うん、今日はキノコ弁当ね。あ、そう。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、椎茸洗わないっていう時どうしても私は洗いたいんです。ごめんなさい。ここの傘のところのこのゴミがね、取り切れない気がして、なんか焼きっていうのもなんかすごく苦手なんで。すべてうちも基本通りにやるっていうのがなかなかないのでね、もうじれったいじれったいと思いますけど、すいません。うわ、肉厚。うわ、おいしそう。やっぱりカメラの前ぐらいは照明があった方がいいかな。これちょっと課題ですね。ちょっとね、6月はドタバタとして、で7月がちょっと落ち着けて、8月がもしかしたらドタバタみたいな感じなので、よし、匂いではございませんもん。あ、そうそうそう、瀬戸内レモンをお取り寄せしまして、これ皮もね全部食べられるっていうことで、切ってみたらね、めちゃくちゃ香りがよくって、この皮を使ってね、何かこうピール、それからジャムを作ってみたいなと思うんですけども、柑橘が大好きなので、で最近炭酸のレモンをね、とても飲んじゃった、飲んじゃった、あ、ありました、炭酸のレモンを2人でハマっていて、これにだから炭酸水にもうこの生のね、これをで、これまろやかなんですよ、酸味が。なのでこれでしっかりとレモンを果汁入れて飲もうじゃありませんかというふうにね、今言ってるんです、パパと。はいはい、あ、ご飯があと3分。うん、
コナさんしっかり食べましたね。多いですね。あ、これもいいですね。はい、できましたとさ、はい、できましたとさ、これも入れちゃおうか、うん、忘れるからね。オレンジ、はい、オレンジにしとこうか。レンジに入れられる、はい、どうもね。でもこれも発酵だから奈良漬けっぽいですよね、なんかね。で、なおかつパパが好きな辛みがあるということで、これで食が進むでしょう、ね。ついて半分ぐらいすぐ食べちゃうの？食べちゃうんですよね。本当に食べちゃうんですよね。で、そこでセーブするわけ。あ、もうお昼に取っとかなきゃって。そうですね、うん、でも今日はね、パンも買ってあるしね。そうなんですよ、一応セーブしながらね。そうで、ここね、コッペパンが有名で、コッペパンの、シナモンがけ、砂糖がけ、そして、なんだ、シナモン、砂糖がけ、きな粉がけがあるんですけど、もうね、3プレートしか作んないんですけども、あっという間になくって、午前と午後なんですけども、なかなかゲットできないんですよ。もう、こう待ち構えてないと。それがこのコッペパンの、オーダーはできるらしいんですよ。なんかジャムを挟んだり何を挟んだりって。それのパパの大好きなハムカツがあったので、もうヤンコーさん行くとね、何買ってきてって、ハムカツっていうぐらいハムカツ好きなんですよ。パパ好きなもんだらけやね。あ、なんで熱いんだろうと思ってびっくりした。で、これが来て、あ、それレモン切っちゃうか。レモン、これはスープは冷蔵庫かな。あ、はい、入れときますね。昨日はね、お昼にしっかり、あの2時ぐらいか、うん、しっかりね、食べたので、朝残したやつね。え、ココナさん今日いっぱい食べてまたね。ほんとたくさん食べてくれるから安心する。お口についてる。ももはあのツナ好きだから、ほんとにもう小さいのを何口かみたいな感じなんだけど、リブドックはお魚の香りするから、それで好きなんじゃないかな。あ、そうね。あ、食べやすいしね、大きいのを食べないんだよ。それで、ももちゃんはね、うん、だからちょうどいい食べやすさだよね。はい、それでは炒めてまいりましょう。あー、ジムドッグがっついて食べてますよ。すごいね、こんななって、あの、器の、あ、よかった、首がね、器じゃないと、ももちゃん足長いから。はい、じゃあももちゃん、スリッパ、はい、どうぞ。なかなか温まらないので、これ重宝してます。もうたくさんビキっていかないように。重宝してます。よっしゃ、お薬飲まない。入れるとね、美味しいって、オムライス専門家の方から言ってたから。
このオムライス専用のフライパンはピピって言った？なんか言ったね。なんだろう、なんだろうが作ったね、この卵焼き用のオムライス用の。いい加減に炒めて、卵いい加減に炒めて形を取る。これここでパッと出るからいいね、なんか出しっぱなしにしないで。このお醤油が小さいのだけじゃなくて大きいのもね、こうやって中で絞れるのすごくないですか。これきのこ、いい感じ。ほら、こんなにこんなに、このお酢がまた美味しいんですよ。でね、トマトをね一緒に入れますけれど、トマトを焼いたの好きなので、うちあのチンしても全然 OK なので。あ、ラディッシュもあったな。ティッシュがもうちょっと残ってた気がするんだけど、この飾り包丁私入れられないからね、ちょっとわからないので。これ大きく切っても柔らかくて美味しいんだよね。キャロットじゃない、キャロットじゃないよ。キノコのバター醤油。これこっちは置いておきます。はい、ありがとうね、洗い物です。はい、ということでお弁当を詰めましょう。はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい。水分あまり出なさそうなトマトでいいね。はい、勢ぞろいいたしました。いっぱい食べてくれましたな。パパもいっぱい食べてくれますな。パパも食べるよね。少なかったら少ないでもね。うん、まあまあ大丈夫なんですけどね。我慢できるってことでしょ、結局はさ。我慢でしょ。まあ、まあ我慢っていうか、まあそうですね、時と場合で、時と場合で、ほぼほぼ我慢ですね。まあ美味しいものはいっぱい食べたくなりますわね。そう、はい。そんなこと言うか、飛び出たわ、飛び出す絵になったわ。これ紫とオレンジってキモい紫と、大丈夫じゃない？大丈夫だよね。ちょっと薄い色のが良さげな気がする。あと何色があるの？黄色とグリーンと赤とオレンジと、あ、黄色がやっぱり華やかだな。赤があるからね、今日はね、花があるからね。キモいって言わないでな。続き美味しい。ほんのちょっとがね、ほんのちょっとが感じ。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。入れすぎた。うまっ、うまっ。暑い部屋でね、作業するのでちょっと濃いめにしました、お酢を。よっしゃー、ね、入るものが揃いました。入るものが揃いました。それでは今日のメインでございます。
の尻尾のところ。また分かんなくなった。皮は上だっけ下だっけ。あれ？どっちだっけ。皮下だね。皮下。皮下。あれ？もうたまに分かんなくなるんですよこれ。たまにっていつもか。あれ？食後の散歩してますお部屋を。これ可愛いですよね。この器多分20代から持ってんじゃないだろうか。はい、皆様おはようございます。ココちゃん、あ、ゴンした。大丈夫？にゴンですよ本当に。今本当にあのタンスにゴンしたんです。タンスにゴンしたんです。すいません。お弁当の中で入るというね。お弁当の中でタレと一緒に入るという、何が何でも手抜きです。一段目ひつまぶしできましたね。上からタレが来るからね。これでね、弁当箱が大きすぎてちょっとあの空間ができそう。ああ、そう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 、あの知り合いのね、若いママからね、お弁当作ってらっしゃる方からね、あのお弁当に隙間ができるんですけどどうしたらいいでしょうかって言ったらね、冷蔵庫にあるもの詰めていっぱいとか言って、もういろんな種類あった方がいい、もう多分お子さん喜ぶと思いますね。なんかこういう無責任な発言をしたことがございますけれど、ここね、舌が汚れたついでに、あれ木の芽っていうんですかね、パーンってやってお寿司屋さんでこう乗せるやつ売ってないんですよね。前の住んでたところから売ってなかったな。どうですかこれ、奥様、これ塩いっぱいで、山椒はねもう入れちゃって、どうですかこれ、贅沢やね。もう今年はあるかないかって感じですよ。はい、それで卵、一応あれに入れた方がいいかね、おかずカップ、黄色黄色できてるからオレンジ、オレンジの雨の中濡れてる二人なら、歌詞覚えてないのちゃんと、ラリラリリラリリリ、大きい声ね、ここでまだ出してないからね。
大きい声出しちゃうとパパがね、あ、もう窓閉まってるか。パステルカラーっぽい感じで、トマトは野菜だからグリーンにしとこうか。お、あと5分。これパパの好きなドレッシングをかけといてあげようか。やっぱりちょっと鼻グスグスするの、これは癖ですね。ちょっと気をつけましょう。皆さんにご心配ね。あ、ここだ。トマトに。皆様にご心配おかけしちゃうから本当に。あ、やっぱわさび好きだから。お魚屋さんで、美味しいお魚屋さんでこれが売ってたんですよ。これが結構ね効くみたいで、このわさびの隣に本当のわさび入れといてあげよう。何でもわさびだから。最後の方ね、あのわさびちょっと入れてひつまぶしお茶漬けするのかな。ねえ、わさびは入らないのかな。でもパパは入れる。なので最後下の方のご飯をわさびがあれば味変できますよね。ということで、ドレッシングの脇に、あ、これも別にする。オレンジ、これがレンジに入れられるっていうんだからすごいよな。このね、硬いところも、ここの芯のところも美味しいんですよ。これ切らずに。私ね、このね、入れるのがすっごい下手なんですよ。あ、椎茸があった。椎茸が。なんたってたくさん食べますから。うまっ。うん、ガーリックオイルでもよかったな。これちょっと2つだけ渡しておいとこう。うんまっ。このお弁当箱深いからね。やっぱりこのあのラディッシュは味付けがなくてももう全然 OK なので、わさび、よし。やっぱり要素はレモンで。大きくてよかったか。よっしゃー。パーパパ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 パ。
こにね、なんかちょっとやっぱりグリーンが欲しかったですね。ちょっと色がね、やっぱ暗いですね。明るくしてるんですけどね、これ以上明るくならない。どれどれ、明るく、明るくなってる。こんな感じです。ここにひつまぶしが入ってます。出来上がり、出来上がり。洗い物は4つだけで、山椒をつけて、で私はピルクルを飲んで、食べちゃう、うまっ、ついたてうまっ、ではもうね、青汁が入ってますって、パパパン持ってますね。準備万端ですね。準備万端。今ね、青汁出してくれました。青汁忘れたとか言うと、これ出して、あ、これは喜んでもらえるかな、パパに。これはこれはちょっとビニールで飲もうか。ビニール使っちゃったの。ご飯いっぱい出てあるし、パンもいっぱい持ってるんで、あ、思った、なんとかね、明日帰ってくるまで頑張って仕事してもらえるだろう。まあお弁当がなくても頑張るんですけどね、パパね。そしてパパ、そして私お気に入りのこの大きいのではなくて、こっち側の持つやつを入れて、終わりかな。この美味しいお屋さん、生態の近くのね、美味しいお屋さんがもういろんな全国もう自分で行って交渉して仕入れてくるんですけど、今日はねこれですね。はい、 JA 群馬、新田みどりさん、こういうのがねあるとね楽しみですね。じゃあパパがまだなのでまだなので、ああ、このお弁当袋さ、あの正解でしたね。帰りにね、持ってきやすい層みたいな感じ。ちょっと置いてきちゃいますね。はい、パパお弁当。はい、どうもありがとうございます。はい、いってらっしゃい。はい、パン持った？うん。うん。はい。ありがとうございます。今ズボン履いてます。でね、奥様、電子レンジ調理ということで、もうちょっと何分とか、あ、これ何分とか、あのやっぱりね、最初のうちは分かるまで同じメニューを、定番を作っていこうと思うんですけど、あ、これは何分って今ねリサーチしてる状況なんですよ。でそんな感じで、あの昨日は熱々で、実はレンジメイトで豚バラに、あの 梅をこう、ね、練ったやつをこう広げて、しそなほわやってくるくる巻いて、レンジメイトでもカリッカリに美味しく焼けたんですよ。そしてちょっと待って、もう時間がなくて行かなきゃいけないのに冷ます時間がないっていうことでそれ
失敗したって、そういうことなんです。だから料理が失敗したわけじゃなくって、あの今までもう自転車でね、通勤がもう3分後にはもうご飯食べてるから、もうとにかく冷まさないであったかいまんま入れてって言われてて、ずっと作ってきた。夏も冬も梅雨もね。でその半分食べて半分冷蔵庫入れてチンするみたいな感じで、もう何年もやってきて、うん、どうした？大丈夫？いや、はい、ゴミが出ました。はい、入れておきます。はい、ありがとうございます。はい、なんだっけ、あ、そうそう、もう出してたんですけど、あのもう引っ越したっていうことが頭から抜けて、あ、掃除かけてくれてるね、髪の毛やった後のね、ありがとうパパ。うん、それでねちょっと冷ます時間がないとか、そのね、まあ NG だったんでございますけど、だからそのレンジってで、そのなんだろう、このレンジメートは焼けるというところが魅力で、あの温めて中に火を通すんじゃなくて、焼けるっていうところがもうカリッカリにジュージュー焼けるので、あのそれが魅力的で、あのやっていこうとは思うんです。で、あの麺みたいにここで湯がいたりね、卵ちょっとだったらもうここでバッてやった方が早いかなし、美味しいかなみたいな感じで、私がね、あのヘマするから。で、これコンビニにね、ちょっとあの夜中にちょっと買い足しがあって行った時にこれ見つけたんですよ。レンジ料理のこれだけ一冊ね、ポーンとね、あのこう光がこう出てて、ポーンと目がいったんですよ。そしたらね、勉強になりました、やっぱり。で、あのレンジメイトについているあのブックもあるんですよね。これで、これにはその魚の焼き方とか目玉焼きとか載っているので、あの参考にさせてもらってるんですね。レンチンの時間をね、あとやり方、何を先に1回レンチンしてひっくり返して何回やるとかね、これをお肉をやってから次の材料を入れるとかね、それは勉強してるんですけど、まだいるわ、大丈夫はい、それで、はい、いってらっしゃい。リーマンパパ行きました、ありがとうございます。おかげさまで今日も無事に出勤することができると思います。本当にありがとうございます。もう感謝感謝です。はいはい、それでね、これを見て、あ、なるほどな、肉じゃがももね、これね、あの次買われる方、買う方のためにね、あんまりお店はできないね、オーダーもできますよみたいなね、シューもできますよみたいなね、はい、ポテサラもできますよみたいなね。でそこでね、あのこの料理研究家の人がお名前出したら多分いけないかな、ね、あの承諾いただいてないので一応、はい、ということでね、あのコメントが書いてあるんですよ。よくある質問って言ってね、いろんな説明書に書いてありますよね。こう、何度困った時はこうですよって、まずやってみてくださいってね、問い合わせる前に自分でちょっとできますよみたいなのあるんですよ。でこちらにね、よくありそうな質問コーナーっていうのがある。これちょっと私笑っちゃって笑っちゃったっていい意味でね、あ、なるほどって思って、例えばね、プラスチック製品やシリコン製の耐熱容器でもできますかって、レンチンがね。でやっぱりこの方がね、販売中止になっちゃってショックって言ってたから、おすすめのタッパがね、なんかそのレンチンタッパがあったと思うんですよ。ちょっとまあちゃんと読んでなくてね、はい。で、倍の量で作りたいんですけどってね、加熱しが、これそうなんですよね。レシピよりも、これは1人前だけども、1カップなんだけども、家族も一緒に作りたいってありますよね。で、これはね、あのレンジは、例えばおにぎり1個は何分とかね、あの冷凍のね、焼きおにぎりとか買ってたとかして、で、あの3つは何分っていうのが、その知ってたから、あ、多分違うだろうなと思って、なので、この料理研究家の方は、基本があって、で、それのまんま作ってかける人数分をやり直してください。でもそれでもほら1分とか2分とか3分で、だから用意しといてチンして、そのまんま家族大体同時に食べられますよね。なるほどなと思って、それでね、質問の中にね、あのこうするといいですよとか、ああですよとか、こういろいろあるんでしょうね。このあの他にも多分本出してると思うんですけど、そうすると、えーっていう
ていうね質問があったと思うんですよ。って Q&A の Q がね、ってなってたところのお返事がね、そんな顔しないでって書いてあるの。お料理動画で、た時、いやそれはね大丈夫ですよ、ここはこうしてあのスプーン何杯にすれば大丈夫ですよ、お砂糖みたいな言うかと思ったらね、そんな顔しないでって書いてあったの。最高でね、もう一つ、あのね、お肉がカチカチになりました、どうしようもないですかって質問なんです。そしたらね、残念ですがって。もうね、もう諦めるものは諦めなきゃ、もう腹をくくらなきゃいけないって。ね、尻はヒップアップみたいなね、はい。これ最高。それでね、あのそれの返事なのかな、あの絵文字マークで TT で汗マークでこう泣いてる風に見えるやつの絵文字マークで書いてきた人がいるらしくって、そしたらね、これが意外だった、絵文字マークで泣いたやつ、書くものがあればよかったか、書くものが、うん、カッコしてこう T にして、あのなんか泣いてる感じの絵文字でね、あの返事してました。こうお鼻があって、目があって、顔があって、こうなんだろう、手がこう出てる感じなのかな、絵文字ね、でちょんちょんってなってるから、よしよしだって。よしよしだって。かわいいな、この料理研究家の人、おいくつぐらいなんだろう。じゃあ最後に全部読んじゃうとね、これ買う方があのつまんなくなっちゃうんでね、何回も追加加熱したのに、ありますよねこれ、まだかなまだかなって、私も今回結構あるんですよ、火が通りませんがって。だから先生のメニューを作って何回も追加したのにか、自分のメニューかも分かんないんですけど、追加したのに火が通りませんがってクエスチョンが来ました。そしたらね、あの先生がね、そんなはずはありませんだって、よしよし、そんなはずはありませんとか、残念ですがとかね、もうちゃんとね、もうほら長文でね、あの説明してくださってるのもあるんですよ。でもね、この先生ね、あの卵料理がやっぱりすごく難しい中に入ってて、もう何度も何度もやったり、スタッフの方にもやってもらって、それを参考しながら自分でも何度も何度も研究して、やっとできた卵料理が入ってるらしいです。はーい、これよしよし。レンジ何回やっても火が通りません、そんなはずはありません。これね、なかなか気を使ってね、思った通りに言えないんですよ。あなたはそうおっしゃるけれども、いつもね、あの心理学でお話しさせて、あなたはそうおっしゃるけど私はこう思います、私はこう思いますけどあなたはどうですかって、アサーションっていうその中立がなかなかなくて、あーすいませんすいませんとか、絶対こうだと思う、絶対曲げないとかね、それでなかなかこう気がくなるじゃないですか。でもこの先生が言ってるのはもうすごいほんわかして、あーこんな素敵な言葉が言えるようになったらよかった、いいなと思いますね。パパ行った、行きました、はい。で、私これ見つけました、ガーゼロール。これね、なんか布巾って私ちょっと苦手なんですよ、漂白剤使うのも苦手だし、こう洗って乾ききんなかったら菌が繁殖してたらどうしようとか思っちゃうんですよ。私の自分のやり方が多分自信ないんでしょうね、自分のやり方にね。そしたらね、これね、あの不織布で使い捨てで、ミシン目ここから開けて、こんな感じ、あ、ちょっとどのぐらい柔らかいか出せる？今回しております、回しております。いつも多く回してる、いつもより多く回しております。反対回せばよかったか。戻します、戻します。あの切れ目のミシン目が入ってるから。どこが先端？どこがタップ岬？あ、ミシン目が出てきた。
ミシンメビニールだった。どこどこ、あ、こっから一回出してみればいいのかね。いろいろ考えて、あれがダメならこっちが考えて、そうだ、こっから出してみればいいんだね。えどんなものか、今のくるくるは何だったんだ。あ、これだ、ほら、これこんな薄いんですけど、しっかりしてて洗ってまた使えるらしいんですよ多分あ、私ここ両方破いちゃったんだ、こっちとこっち、あれ開けたのにな、開いてないわとか思いながら、でもこれをこのまんま戻しておけばなかったことにならないか。丈夫で安心、不織布、幅30cm×20m、 ガーゼロール、ミシン目入り、これこれでこのね、せいろ蒸しとかね、このあの腰とか出し腰とかいい感じで、この野菜絞りとか、あの多分さっきのこのこれね、で私はお酢を残したかったから手で絞りましたけど、あの衛生問題でね、手袋はめなくって、ちょっと直接はあの、うん、避けたいわっていう方はもうこれでもねいいかもしれないです。あと茶巾絞りもできるかな、どうなんだろう、うん、っていうことで、これ私ね、これから、あ、でも今日そんなに汚れてないから1枚だけちょっと切ります。せーの、わっ、柔らかい、ソフト、ソフトざますわよ奥様。これでね、あのここがシンクが小さくて水はねがするって言った時に、なるだけ汚れを落としときたいなって言って、この、あのペーパータオルよりもしっかりしてて、不織布のこれどうかなと思って、でまずこれで食洗機入れる時も、多分あの皆さん、私食洗機使ったことないからね、食洗機夢なんですけどね、前のうちのガス代買う時もね、あの他にそのショールーム見に来てた方がね、あのパパこの食洗機はってた時に、いいなパパ買ってと思ったんですけど、諦めてね、こうやってやれば洗い物が、あ、こんなさっきって言った、こうやってね、あ、これは取れるわ、いい感じ、洗い物が、ほら洗い物が楽だわ。でこれまた洗って、柔らかっ、あ、濡らしてから拭いてもいいね、ものによっては。おお、全然大きいですよこれ。ちょっと後でこれやろう、洗うのにね。はい、ということで1時間19分も回してすいません、ありがとう。今日はパパがもうめっちゃくちゃ頑張る日なので、私もめっちゃくちゃ頑張ってお財布の日も緩めましたいやー、なかなかね、もうスーパー行ってもね、なんか私が行くスーパーなんですけど、お安いスーパーは最近行ってないか。でもね、この近所ね、業務用スーパーがあるんです。まだ行ってないんです。そこにね、休みに子供たちがね、あのココナが見えない聞こえないなので、起きた時にいてあげないの、ちょっとあの心苦しいというか、かわいそうなので、なるだけお留守番させないようにしてるんです。あ、ちょっと近所 あのコンビニ行く5分ぐらい行くっていう時以外はね。そうなんですよ。それで、まあ、パパがお休みの時にあの行こうかなっていう感じでね、そのちょっとワクワクですね、業務用スーパーはね、うん、なんで、まあ、あ、ちょっとここがタレがはい、ということで、また新しいものがですね、ゲットできたらお送りしたいと思いますけども、まあなんといってでも、お休みいただいた時にぎっくり背中、これはね、衝撃的でございましたでね、ボルタレンの痛み
ドメのねがね効かなかったんですよ1日半で、整形行った時に先生にボルタレンも強いやつね、あのオメプラールっていうオメプラゾールっていうのかな、本当はでもオメプラールって書いてあるの強いね、あの胃潰瘍に飲むような胃薬も一緒に飲んでくださいねってその椎間板やった先生に言われてたから、それ飲んで飲んだんですけど効かなくって、でもうここで雲見ながらここ気を紛らわせて、そしたらその大学の先生がちょっと空いてなかったので病院を探して整形行ったらね、もう薬をね違う薬はカロナールだ、カロナールを一緒に飲んでいいですよって言っていただいて、でロキソニンはダメですからねって言ってその飲み合わせをね教えてくださって、でマックス飲んでも大丈夫ですって言ってマックスをね 1日ぐらい飲んでたのか、そしたら今度胃がやられてびっくりした。私ね胃が痛くなるってことないんですよ、おかげさまで。で胃が痛いってこんなにあれなんで、で背中やって息が吸えなくって胃がもうめちゃくちゃなんか痛くって息が吸えなくってうーっていう時があって、だけど子どもたちの面倒はうーってくってくって子どもたちの面倒見てって時があったんですけどね。まあそんななんやかやで、まあローテーションがだいたい気もだんだん徐々に生活のローテーションが決まってきて、もうパパもねほんと顔つきがほんわかしてくれて、もう雲見るのも好きって、自分のコーナーのね今まで狭いところでヘッドホンで聞いてて音楽が好きで聞いてたのがもう広いところでねこんなになりながらね音楽は聴けるし、で近所にパパの好きな CD 屋さんがあるし、もうパパにとってもねすごく嬉しいということでね、はい、ということでもういつまででも喋ってますので、この辺にしたいと思います。今日は実は取って出してございます。東京は爽やかな晴れでございます。皆様の地域はいかがでしょうか。いろいろねまあちょっとこの間は地震があったりとか不安もあると思いますけれども、ぜひぜひ穏やかに一日が過ごせますように、楽しく、そしてご飯もしっかり食べて熱中症対策をしていただいて、でちょっと気持ちが疲れたなと思ったらここね、はい、あとは足の裏の甲とかね、ハンドクリームでもつけてこすっていただくとね自律神経がねちょっとほんわかしますんでね、はい、あとはこの首の後ろのねこの僧帽筋あたりね、誰かにねちょっとこう、もう本当にねすっきりしますね、穏やかになりますのでね、一日を楽しく過ごしていただきたいと思います。それではまたね。実は Wi-Fi つながったんですよなんだけどなかなかそんなわけで生配信ができていないんですけれども、また生配信でもお会いしたいと思います。じゃあねー、バイバーイ。